池子遺跡群資料館は、神奈川県逗子市池子の池子の森自然公園内に開設された池子遺跡群に関する歴史資料館である。入場無料。池子遺跡群は、現在池子住宅地区及び海軍補助施設になっている池子川の谷に広く分布する複合遺跡で、同米軍住宅地建設事業に先立ち1989年から1994年まで、 発掘調査が行われ、弥生時代の木製品を筆頭に、古墳時代から近代にかけての膨大な量の移行、遺物が出土した。東資料館は、発掘調査終了後の1999年に、出土遺物や資料が神奈川県から逗子市,市に移管された後、同年9月に、日米友好親善を目的として、スポーツ施設管理党内に開設された。 2015年2月1日以降は、池子の森自然公園に付属する施設と位置づけられている。旧スポーツ施設管理棟を改修した資料館建物は、地上3階建て鉄筋コンクリート造りで、展示施設は3階奥の一室である。神奈川県指定重要文化財に指定された、弥生時代の木製品を中心に、縄文時代、古墳時代、古代、中世、近世、 近代までの遺物が展示されている。また、遺跡群背後の丘陵が50万年前より以前は、深海底であったことを示す、丘陵を造成した際に発見された白売り貝の標本も展示されている。2階部分は、遺物収蔵庫となっており、池子遺跡群から出土した遺物が保管されている。なお、丘陵に作られた、旧日本海軍のトンネル上の球団薬庫も、 遺物収蔵庫として利用されている。ありがとうございます。